皆さんこんにちは。今日は自分が映ってます。あ、どうした？空うるさいし、まあいいや、まあいいや。アヒル可愛いっすよね。あー、やっぱりちょっと待って、あんた、太陽。さっきね、コロコロちゃんの話の動画にしようと思って撮ってたんですけど、真面目に撮れば撮ってたんですが、真面目に撮ったらなんか途中で動画が落ちたんで、今回真面目にコロコロちゃんの話はしないで、普通に動画を撮っていこうと思います。いつも通りですね。いつも通りな動画に自分が映ってるみたいな感じにしていきたいと思います。アピルアピル可愛いですよ。この口食べられちゃうんですよ、手が、爪とかね。でこのアヒルちゃんはね、アヒルちゃんもあのニワトリちゃんもですね、あの薬はね一切使っていません。まあ使うお金がないのかな、なくて。けどこの見てください、このいろんな薬とか、いや、そらうるさい。使っていないのに、このツヤ、そしてこの色、綺麗ですよね。なんで人間だけワクワクさんとかね、打ったりしなきゃ、なんで健康が保てないんでしょうかね。不思議ですよね。ゆめちゃんね、ワクワクさんはね打ってないんですけど、ゆめちゃんのこんなね元気で普通に生育していますよ。ワクワクさん打たなくてもワクワクさん打たなくても元気なんですけども、で私の周りではコロコロさんで亡くなった人はいないです。なんかね、あの北海道はコロさんが蔓延してるから大変なんじゃないのみたいな感じで本州の方から電話をいただいたことがあるんですけれども、んって何みたいな、そうなんですかって、いやそもそもテレビ見てないんで、そもそもえそうなんですかって、何人出たんだよって、コロコロさんが何人出たんだよって言われても、まあそうなんだ、東京より多く出てるみたいで、あそうなんだ、知らんけどって、そうなん、それって PCR 検査を陽性、いやすごいなお前、 PCR 検査がただ陽性なだけで、その人たちってコロコロさんなのって感じがするんですけどね、自分にはね。なんか河川敷とかでもコロコロさんに感染するとかなんだか言っているようですけど、なんか二重マスクをしなきゃいけない、コロコロさん怖いから。その二重マスクしたって、マスクフーフーってして息こっから出るじゃないですか息横から出るじゃないですか。ただ息苦しくなった横から、マスクの横から息が出てくるだけなのに、マスクの意味は何ぞやなって何なんでしょうね、本当に。コロコロさんはね、コロコロさんマスクも横から出てもそれはいいんですね。それで密になってる教室とかで、こっから横から出てる子は、まあコロコロさんがあるとしての話をしたんですけどね、コロコロさんがあるとしてマスクをしてね、こっちから顔の横からジャーって出て、密の部屋でみんながこのマスクがジャーって出て、それをまたそのマスクをしてる人たちがマスクの横から入ってくる空気をバッと吸い、それでもいいんですもんね、学校とかはね。けど飲食店8時、あそもそもお酒を出しちゃダメなことになったんだ。飲食店でマスクを取って食べるかはダメなのかな。マスクを取って食べるのと教室の中でマスクをしながら息しながら勉強するのとどこが違うんだろういやー謎だなー、いやーいっぱいね謎なことがねありますね。ちょっと進めないので
この子は私が YouTube を撮ろうとするとどうしてかね来るんだよな。邪魔をしに来てるのか、自分が映りたいのか、そのいい毛並みを映してもらいたいのか何なのか知らないけどねえ。でね、三男の今日学校のね先生もね、コロコロちゃんをね、コロコロちゃんのねワクワクさんを打とうとしてるんですけど、いや三男はねなんか全力でワクワクさんを打つのをね止めようと必死になっています。まあそれもなんというか、自分があの片岡ジョージさんの漫画、コロナ概念の漫画を買ったんですけど、それをみんなでね見たみたいです。あの兄弟でねみんなで見たおかげで、それまでねなんかやっぱり先生のね情報とかで危ない危ないニワトリが先生とか聞こえてくるのに、やっぱりコロコロはとっても怖いものだみたいな感じに思ってたらしく、でお母さん何してんのみたいな感じだったんですよ。それもあんまりね、あんまりまあ忙しかったのか、あんまり子供と話してなかったせいですね多分。でまあ先生のね、奥さんは病院に行っているから、病院に勤めているから、コロコロさんの患者さんが来たら大変なんだみたいな感じのことを話していたらしく、それをね真に受けて取っちゃったみたいで、コロコロさん判定誰でもされますからね。 PCR 検査の CR 値ですか、あれもね大幅にこう引き上げられてたらしいし、あと保険ですけど、コロコロちゃんで死んだ判定にしたら保険金ももらえるようです。やっぱこれはね、そこまでされるとやっぱりコロコロ判定された方がいいですよね。コロコロ判定された方がお金ももらえるしですね。やっぱお金欲しかったらやっぱり売りますよ、きっと。ねで、アメリカでは、私さっき見てた YouTube で、アメリカでは医師の判断で、医師のPCR 検査をしなくても、医師の判断、お医者さんの判断で、コロコロ判定をしてもいいっていうふうに、コロコロ判定してもいいことになっているらしいです。だからね、あんなにね、まあ、猫も杓子も、コロコロ死にされたみたいな。そうなんだと思って、ね、この私の見てた YouTube の作った人のやつはね、載っけとコメント欄に載っけとくので、もしよければ読んでみてください。あ、見てみてください。あ、これなんだっけ、雨どころナタデココナルコナルコナタデココ忘れちゃった。ナルこれね可愛いんですよ、これ食べれるんですよ。アスパラみたいな味がします。これぐらいの時に取ってくれると、まあ庭なんですけど普通に庭になると入ってます。あ、こう気をつけてください。いっぱい栗があるので踏んづけたら痛いです。いやー、今日もまた天気がいいですね。この落葉緑になってきました。さっき言うと春先にねちょっと茶色くて落葉とか見てると泣いてくるんだけど、こうやっとね緑がね芽吹いてくるとね、なんかねすごいねいい気持ちになりますよね。
いやしかしね本当にね茶番だなと思って、お年寄りの人に私のうち面白いんで来てくださいって言うじゃないですか。したらコロコロちゃんが終わってからねみたいな、えいつ終わるんですかってそれってワクワクさんをみんなが打てば終わるってことなのかと思って、けどねコロコロさんの、コロコロさんまだね、コロコロさんのワクワクさんまだ治験終わってないんですよ。治験がもう来年なのに、いやねえ、もしかしたらただ、もしかしたらもう何も、ただそれって治験が終わってないワクワクさんを投与されて、ただね、あれじゃないですか、実験材料にされて、人体実験されてるだけじゃないですか。人体実験するんだったら金を稼げって金もらえるでしょ、人体実験。一日どうなったか、まあ1万円でも、いた1万円でもね欲しいですよね。ただなんかやられるがまんまって悔しいな。あ、タンポポ行った、タンポポやられるまんまんもんね。どうなんだろうね。あー、しかもマスク、いや何度も言いますけど、私のところに来るときマスクしてこないでくださいねー。コロコロちゃんいませんから、ここにっていうか、すでにコロコロちゃんは存在しないので、マスクしても意味ないし、マスクしない方が、せっかくね、こうマスクしたらもうなんか耳、鼻を塞いだと耳もなんか気管に聞こえなくなるんで、せっかくの風の音も鳥の声も何も聞こえないんですよ。何も聞こえないから、コロコロちゃん怖がって いないコロコロちゃんを怖がってマスクしてきてはいけません、ここに来るときはねっウドちゃんがあるかなと思って、ウドちゃんが半合奏ばっかり履いてて、ウドちゃんがないのかな、ウドちゃん鳴ってた、ウドちゃんやったー、ウドちゃんがあった。ちょっとこれをお昼ご飯に取っていこう。ここで食べますよね、こんな感じで食べますよね。天ぷらにして食べようかなーと、なんか日常的な、改まってワクワクさんのことをね喋ろうと思ったんですけどね、ちょっとね向いてないなと思って、自分には向いてないので、いつものスタイルでね撮ってます。いや今後ねこう自分の思いがこう現実化する世界になっているんですけれども、このままコロコロちゃんとワクワクちゃんを摂取するのが当たり前の世界になられると、自分的にはあんまり面白くないので、あ、ゆめちゃん起きた、さっきまで寝てたのに、やばい、山菜採りじゃないけど自分家で山菜採り、あー痛めたい。まあそんなんで昼ご飯を取りました。よしよし、昼ご飯を取って、あ、こっから見たらなんかあそこが綺麗だよ。ドラム缶がちょっといまいちかもしれないけど、まあそんなんでこんな感じにね、ここの家の端っこから見ると家の敷地はこんな感じになってます。ワクワク、コロコロとはね無縁の世界となってます。あ、ちなみにあの鳥もね、あニワトリとかもね、ワクワクさん撃とうとしたらワクワクさんいっぱいあるんですよ。ワクワクさん、でもうちの受けたことないです。ワクワクさん受けなくても、ワクワクさん受けなくても元気です、鳥ちゃん。
まあそんなんで今日はこんな感じにしたいと思います。それではまた見てくださいね。チャンネル登録もよろしく。これ昼ご飯に食べます。バイバーイ。